説明するよ。音楽に合わせて太鼓を演奏しよう。流れてくる音符が枠に重なったらバチで太鼓を叩いてね。音符の種類について説明するよ。赤い音符は面を叩くんだ。青い音符は口を叩こう。黄色い音符は連打、面をひたすら連打しよう。大きな音符は強く叩いてね。風船は連打すると破裂するよ。手が生えてる音符は二人で一緒に叩こう。胴の部分は危険なので叩かないでね。タイミングよく叩けば魂ゲージがアップ。うまく叩いてノルマクリアを目指そう。